にゃんぱす、どうも、まさしでございます。はい、本日はですね、結構ね、1億ダウンロードから時期も経って、環境も落ち着いて、多分初心者たちがね、だいぶそのバウンティーラッシュ慣れてきた頃かなと、思ってるんですよね。まあ、ニカルフィーでリセマラ始めたりとか、まあ、何だっけ、他、まあ、エンマゾロか。まあ、ここでさ、言いたいのが多分ニカルフィーのさ、初心者が圧倒的に多いんですよ。でね、多分そいつらって SS、まあ、行くには多分行けると思うんですけど、あのね、多分一番厄介なのがエンマゾロなんですよね。まあ、あいつがやっぱりバカみたいな軽く持っとんで、まあ、結構やられると思うんで、ちょっと今回、エンマゾロを、まあ、嫌いな人、または、もう、ほんまに倒したい人向けの動画となっておりますね。はい。ってことなんで、ちょっと今回、エンマゾロを完全に、こう、完封できるような構成でやっていきたいと思います。まあ、基本的に多分、それさえもあったら SS まで余裕でいけるんで、まあ、別にエンマゾロ対策戦でも全然 SS いけるんですけどね、ニカルフィオったら。ちょっと今回それでいきましょうか。まあ、関係ないんですけど、まあ、ニカルフィオはいいとして、今回状態以上がっつり固めていきたいなと思いますんで、青歌、まあ、水歌っすね。水属性の歌と、まあ、ベロスペロ、これ状態以上持ちで、なおかつその、まあ、ゾロに対して強く出れる歌なんで、まあ、基本歌とかトットムジカ状態になったらもうほぼほぼゾロ対面で負けることないんで、もういくらね、火力高かろうと全部状態以上でこれ寄せるんで、まあ、そんな感じで、まあ、ゾロ完璧に完封できるし、まあ、ペロスペロはもちろんのことも、一回でも雨にしちゃえば勝ちなんで、まあ、やっていきましょうか。もうほんまにあいつには苦しめられるけんな。みんなわかるだろ。あのさ、もう適当にアシュラブッパー、おにぎりブッパーで、困ったらアシュラ、困ったらおにぎりみたいな。ずるいっすよね。まあ、殺してもらって、行きましょうか。さあ、1試合目ですね。行きましょう。まあ、エンマゾロのやっぱ特徴って言えば、もうあいつほんまにもうスキルがめちゃめちゃやばいんすよ。もうなんか無敵スキル、もうアシュラも実質無敵スキルみたいなもんなんで、まあ、それに多分だいぶ苦しめられとうと思うんすよ。なんもこっちが出せんと、あれやってしまうみたいな。もうそれ一番簡単なんすよ。エンマゾロってね、キャラクターがね、強い分そのプレイヤーがアホが多いんですよ。もうだからそこらをね、しっかりとついていけたら全然余裕で倒せるんで、まあ見ていてくださいと。もうエンマゾロやっぱりその、おにぎりがぶっぱするんですよ。やっぱりあれ、使ってるっつって頭が悪いんですよね、基本的に。だからその、とりあえず、回避をとりあえず先出しさせるんですよ。で、ゾロって絶対回避使ったらスキル打ってくるのバカだから。まあそれ焦ってスキルぶっぱするんで、それをうまいことかいくったらもう絶対勝てるんで、まあそれ見せたんですけど、ちょっと今回あんま敵一人ぐらいしか来らんけん、いけるかな。ちょっとこれ、カイドウ、あ、裏、あ、それ意味ないって。え、なんで言ったお前、それバカ。おい、マジでいけるかな、いけるか。7番がちょっとさ、エンマゾロ、海賊王ルフィの裏に、エンマゾロ持ってきとんで、それ倒したいんですけど。これちょっと置いとこうか。オッケー、これ、置いといていけん。まあ、これで吹っ飛ばして、いや、ちょ、ゴキブリなんでいけるかな。さあ、あれ、海賊王ルフィあれやな。HP 削り、やばい、ミスった。もう、お前、どこ向かって撃っちゃうんな。あれ、これ、それ使ってくれたら逆にありがたいわ。オッケー、これ、これ、オッケー、オッケー、オッケー。こいつ、こう、ちょっと裏にエンマゾロ持ってきとんで、ね、行きましょうか。オッケーオッケー。エンマゾロ対面行きましょうか。もう全然余裕っすよ。もう7番なんで。あれ、味方やな、ね。オッケー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 。さあ、7番来ましたね、エンマゾロ。で、これ絶対おにぎり打つけん。によってよ、絶対、ほらほらもうこういうことなんすよ。わかった、もうアホなんすよ、エンマゾロ使いはつって。もうとにかく、せっかちで、とにかくキルを取りたいみたいな。もうほんまに、やっぱ、キャラクターが強いんで、その分過信しとるやつが多いんですよね。まあだからその分、弱点、ほら、アシュラだろ、次。オッケーオッケー。もうこういう風にして、脳死で構えてくるんで、いけるっすよ。もう全然余裕で。まあ、あとは回避さえ潰しちゃえば余裕です。ちょっとなんかこれ弱い。はは、そこまでエンマゾロお前早く殺せるの才能やぞ。お前弱すぎんか、ちょっと。おい。大丈夫。敵弱ない。なあ、ちょっとエンマゾロの動画いけん。そんな死なれても困るんやけど。さあ、スキルだろ。あ、やばいやばいやばい。これはいけるかな。余裕っすよ。もう結局なんで。さあ、これもあれ、食らわないんで。オッケー、ナイス。さあ、キングゴンガン打たせたんで、あとはこれ待機ですね。待てよ、これ届くな。オッケー、撃ってとは、歌うたびにして。で、その、こいつもスキルも使ってるんでないんで、もう通常待ちで、オッケー。とっても時間出してと。やばい、ちょっとさ、エンマゾロ出してよ。ちょっと動画的にやれないけど。いやー、ちょっと待って、これまずいかな。カウンターこいつないんで。てか、このシャンクス、環境落ちたんやな。全然めちゃめちゃ体力発生して多いんですけどね。今めちゃめちゃ自己チームーブしてるんですけど。まあこれも雑魚なんで殺しときましょうか。はいはい、オッケーと雑魚。まあ、やっぱアホが多いっすよ。超フェス使いつって基本的に立ち回りもクソもないんで。もうほんまに、あ、なんかもうほんまスキルに任せて適当にスキルぶっぱするだけなんで。もうなんも、ほらほら、もうやばないこのエンマゾロ。アホなんよ、基本。で、こいつ、これ多分、アシュラ打ってきます。皆さん見ててください。これ多分ね、こいつ掴むんで、で、回避ミスったらアシュラ打たせるんで。さあどうする？アシュラ来る？アシュラ来るね。アシュラ来るよ。ほら来たね。こうするんですよ。もう、こんな感じで超トロいんで、もう、さよならと、こういう感じで完封できるんで、いい感じですね。まあ、水属性歌は今、もう、来てないんで、持ってない人多いと思うんですけど、まあ、持ってる人はこんな感じで立ち回れば余裕で倒せるんで。さあ、次行きましょうか。さあ、2試合目行きましょう。大量のエンマゾロですね。もう、これは、なんだろうな。もう多分、こういう時って C に絶対こいつらゴキブリみたいな。あ、もう下手やな。もう、味方もこれ、あれ、典型的なエンマゾロの雑魚のパターンですね。おにぎりをとりあえずぶっぱするようなアホ。
さあ、アシュラ構えたんで、じゃあ邪魔しましょうか、こっち。サポートですね。こういう風にさ、サポートしてあげるんでも全然いいんですよ。もうこういう風にね、見苦しい姿になるんで。はははは、やばい、ちょっと隣来よんな。ちょ、いけるかな、放置しといて。いけるかな、怠慢な。いやー、ちょ、邪魔入ったな。まあ、でも、怠慢なら、もうほぼ、状態上かけたら負けることないんで。あっぷな。ちょ、脳死ぶっぱやめろ。ナイスすぎ、味方。うわ、素晴らしいな、これは。はははは、おい、これも円満ゾロ涙目ですよ。おらおらおら。気持ちよすぎるだろ。これはハートを押すに、もう押さざるを得ないですよね。やば、えぐ。ははもうマジで、円満ゾロってな、キャラクターが強いだけで、もうプレイヤークソ弱いんですよ。もうこれマジで。あのね、今の選手 A ランクなんですけど、これ全然 SS とかでも変わんない。やっぱキャラが強い分、自動的に SS とか行くんで、まあほんまに弱いよマジで。エンマゾロ使ってるやつ基本的にね、キャラクターさえしっかり対策してれば全然余裕勝てるんで、もうほんまに脳筋なんですよね、バカなんで。エンマゾロ使ってるやつってキャラクターの性能だけでそこまでランク上がっとんで、もうほんまにおにぎり。これ多分脳死レイリーもスキル言ってくるだろう。おはい、これで回避ミスらせて、これですね、もうフェイント入れることが大事っすよ。もうほら、もうこいつらやっぱアホなんで、どんな格好で固まっとんだろ。さあ次エンマゾロ、こんかな。マジでほんまにこれぐらいちゃんと使えば余裕で勝てるんで、おにぎりっすね。もう、だから、その、回避を誘うのが一番大事。これも多分、おにぎり突っ込んでくるぞ。もう、やばないこれ、ほら。で、次、じゃあ、アシュラ構えるんで。もう、これ、食らっていいっす。で、あと一回、もう、スキルないんで、回避だけ使わせたら、完璧ですね。もう、これ、旗掴むんで、これ、回避、ほら。はい、これで終わりです。はい、終わり。ちょ、当たらなかったんか。いや、でも、これ、回避ないんで、OK ですね。OK。はぁはぁ、もう、アホやん。こんな感じで余裕っすね。もう、こんな感じで全然勝てるんで。もう、これ、まあまあ、これも運ゲーになるんですけど、脳死おにぎりぶっぱなんで、いけますよ。これ一回殺したんで、さあ次もう一回ジャストガイ入れた勝ち。アシュラかな？うわぁ！あーもうちょっと今のさ、回避だろ、ムカつくなぁ。まぁ、こんだけさ、はめても勝てるってやっぱゾロっていうね、むちゃくちゃ強いキャラなんですよ。まぁ、その分 PS がね、もう一切ないんで、まぁ、そこらちゃんとすれば大丈夫ですよ。はい、これもうさよならと。もうほら、バカ丸出しでしょ、このアホ。何しょんこいつら。はははは、間抜けよ。もうほら、こいつ多分回避連打しようぞ。回避連打しよう。多分おにぎり次来るんで、見よって、おにぎり絶対打ってくるけん。おにぎりやな。あ、おにぎり打ってこんか。どうする？おー、なんか、打ってこんかった。なるほど。こいつ学習したかな、さすがに。これはあれですね。状態異常いろいろや、おい！決めえわ！まあ、やっぱキャラパワーが強いんで、さすがですね。待って、ちょっと負けそうなんやけど、さすがに取られんと。いや、これでも C 旗押さえとったらいけるかな。これもレイリーおるんで、ちょっとそこだけ気をつけて、はい、オッケー。これで押さえて、まずそろさよならと。はははは、よし、オッケー。さあ、まあ、この動画、まあ、エンマゾロ倒すだけだと、あ、勝ちっすね、って、まあ、試合的にも。オッケー。で、エンマゾロ使うやつって、基本、旗とか絶対取らないんで、アホなんで。敵を殺すことしか考えてないバカなんで。まあ、いい感じに戦いますよ。なんかさ、これ、拙者の視聴者、これ、プロバウオタレオって、ちょっと日本語が不自由なのかもしれん。はぁはぁ。いや、ほんで、ちょっと3試合目っすね。ちょっとニカルフィ連れてきましたんで、ちょっとまぁ使っていこうかなと思いますね。いや、でも結構正直ね、星4なんですけど、まだ全然。多分今みんなは多分星4とかでね、育成しきれてないと思うんで、まぁそれで合わせてやってるんですけど、まぁやっぱりそのなかなかね、やっぱ100レベルのゾロ相手やったらきついとかもあるんですけど、そこはね、最初プロなんで、実力で黙らせていきたいなと。思いますね。行きましょうか。オッケー。まあ、とりあえず、あれですね。この、何だっけ、バジュラングガン。まあ、これを、とにかく温存することが大事なんですけど、まあ、やっぱりさ、もうね、このゲーム、マジで、後出しが最強なんですよ。まあ、だからね、スキルを、打つな。マジで、スキル早打ちスキルの、マジでもったいないけん。ほんまにやめたわい、それは。もう、とにかく、こう、ディレイ、先に回避を使わせるだけ使わせて、そっからなんですよ、話はね。さあ、キヨンな、プリカスか。危ない。これはカウンター入れておきましょうか。オッケー。スキル使っ、いや、ちょっと待って。これバジャング打つともういいや。しゃあない、これ。シャンクスはちょっと話が別やわ。オッケー。倒してないな。死んでないな。どこよろ。オッケー、スキルぶっ破してくるんで、多分。オッケー。ね、こういう風にして、スキルすぐ作っちゃあかんないんですよ。ピンチになったらスキル使うもん。マジで良くないけん。ほんまにやめた方がいい。あ、これはちょっと、あれかな。いやー、これ食らうな。あ、切るわ。マジで？全然。シャンクスぐらいやったら接触余裕ですよ。もうこれ無敵スキルあるんで合わせていきましょうか。これダウン取れてない。あー、マジで。全然いける。うわ、なんか二人来よんな。回避使わせたいな。ちょ、危ない。これ、もう、お前、気絶はおもんないわ！もう、いっちゃおもんないわ！運ゲークソが、死ね、殺すぞ！もう、吹っ飛ばそう。ちょ、味方、ちょ、カバーしてほしいわ。オッケー、ゾロおるやん、4番。ちょ、ゾロおる。ちょ、それもう無理や。お前、任せるな。うん。これ、離れるんが大事。勇気の撤退ですよ。ゾロ。ちょ、ゾロ。ちょ、危ない、お前。ちょ、マジでダウン取っとこう、これ。ちょ、ブーストまで持ちたい。ブーストひとんか。まあ、ゾロどこ行った？死んどるがな！まあいいや、この試合はちょっとニカルフィの立場。まあ！
ふざけんなよお前、殺すぞてめえ。ゾロの動画ないんけんさ、もういいわ。もうちょっと3試合目ちょっとイラってするけん、普通にあのシャンクス殺す。マジであんま調子乗んなよ。いやもうあのマジでなんか暴力にスキルにね、キャラに甘えと滑走を倒すのが一番気持ちいいですからね。おいてめえあんま調子乗っとんちゃうぞこら。おいもうこれ覇気切らしてもいいわ。これもうこれいい、これ使わせていい、これで買わせます。うわーキューン、オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい。もうこれもカウンター置いといたらいいんですよ。で、乗せ、オッケー。ちょ、もう、キモーい！あれ！あ、もう殺しちゃっからよ、マジで。お前、置いとけよ、これ。ガキ、レッドミルクとかやつ、キモいな、お前。赤い牛乳って何やねん、これ。画面なめくじ、ほっとこうか。おおおライス、ロジャー！さすが海賊王の力。やっぱ、ロジャーのスキルにはめちゃめちゃまだまだ現役で強いですね。さ、危ないな。それはディレイやるけん、無理やぞ。よしよし、限界、限界突破や。おい、待て待て待て。ふざけんな、マジで。この試合、マジで無駄やけど、まあ、やろうか、普通に。俺の実況、俺のチャンネル。まあ、来たな、おい、ゾロカスの王将に入れぶっぱ。もう、ほらほら、脳死スキル、脳死スキルぶっぱ。はい、どうする、回避、回避使ったね。回避使ったね。おい、回避使ったね。なんでダウンしてんねん、お前、これ。だから死んだわ、オッケーオッケー。もうなんか、オッケー。もう、ゾロはバカって言うとか分かった。もう、で、言った通りだろ、でも、どっちにしろ。すぐスキル使うっていうのは、どこも共通点。これ SSM ガチです、そうです。まあ上位ぐらいまで行ったらさすがにおらんけど、SS2000 ぐらいまで全然こういうバカおるんで、やってみてください。はい、次ラスト試合。ちゃんと2個でゾロ倒そう。さあ、ラスト試合しっかり決めていきましょうか。今回ウォーターセブンのステージなんで、まあこれ対マンしやすいステージなんで、2陣行きましょうか。1陣エースおるんで。なんでお前が肌抜くねん、バカが死ねん。どうしようかな。敵にエンマゾロ2体なんで、1番、4番待ちましょうか。多分どうせ攻めてくるだろう。エンマゾロ使ってるやつってさ、なんか自分が上手いと思ったんですよね。これマジでやけど、悪いけど、ほんまにこれバカが多いんですよ。まあ、タイマンやりたがるバカが多いんで、ほれ来ましたね、ついに。君でよかった。おにぎり、おにぎり、おにぎり来ない？もうちょっと邪魔せんといてほしいな。ちょっとマジで。あ、おにぎり来たな。ちょっとマジで、いや、今回これ地雷やな、このチーム。てか、エースどこ行っとん？もう、ちょっと味方がさ、終わっとるけん、無理かもしれん、今回。まともに立ち回れんわ。もうエース一陣ダメでないし、なんでお前がおるんだな、代わりに。もういいだ、もうこれ奪っちゃう、キル。あ、取られた。取られた、だ。おいだ、もうグルーでない、もうやばいわだ。まあ。何しよう、このバカ。もうてか、ゾル来てほしいんやけど、こんかな。ねえ、ちょっと行こう行こう。あ、もうエースアホやわ。もう死ね。もう、わっ、取られた。うわ殺すぞ。ちょ、待て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 、いけるか。もう、この適当すぎる。まあ、やっぱアホが多いんで。ごめん、海賊オルフィンもアホが多かったわ。もう、ちょ、頼むわ。ちょ、立ち回りちゃんとしてほしいな。マジで。もう、任せろちゃうわ、バカ。お前、キル取りたいだけだろうが。今だけでぞ。俺がおるけ、お前、立ち回りとんぞ、そうやって。アホが。ちょ、しょんな、カス。ちょ、お前、戻ってくんな、お前、来なくていいから。キモいな、マジで。アホが多いわ、ほんま。邪魔、邪魔、邪魔。な、お前、もう、キモ。6番、キモ。死ね。もうこいつ死んだらいいのにな。いや、一番いや、こういうやつがチームになるよ、ほんま。気持ち、自己中すぎるだろ、マジで。もうほら、そうなるんやって、アホや。なんも考えてない。バカだから。ちょ、もうゾロ戦いたいけん。やばい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 。ちょ、戻る戻る、一回戻る。ちょ、もういいけん。お前、ザコないけん。死んどきおとなしいに。もう、ちょ、なに。もうほらほら、なんか、もう、クイッケだ、お前。ザコないけん。ほら、いけるんだろ。エンマゾロ2体来ましたね。これはもう、おにぎり、多分あっ、んな。これもスキルって合わせる、無敵合わせることですね。2体か。でも、とりあえず1匹処理したいけど。ねえ、無敵、ちゃうんか、それは。なんでこんな固まっとんな、だ、もう。な、こいつらアホな。もうマジでさ、敵をさ、いちいち追いかけるな、気が済まんのかな。バカな犬みたいですね、ほんま。いや、もうマジで頼むけん。ディフェンスの役割させてくれん。ほんまに、頼むわ、マジで。もう邪魔でしかない、マジで。戦っててクソ邪魔。なんでカウンター発動せんのんなら、カス。いやもう無理よ、こうなったら。この試合はゴミすぎる、マジで。なんしょん、マジで。もう邪魔すぎるだろ。いやもう案の定ゾロ使いよ、白6番。もうゾロと海賊オルフィーとかで最悪のキッズ構成やん。もう終わっとんな。やっぱ自分が強いと思ってるバカどもなんで。いやーこれミスったおにぎりやったか。いや、アシュラかと思ったんやけど。もう、いやでもなんか買っとんわ。なんか買っとんわ。敵も青やけん。いやーもうこうなったらおもんないよな。はい、ってことなんで、まあ、エンマゾロに関してはこんな感じっすね。もうとにかく味方がね、まあ、大前提として味方がまともじゃないと、普通に立ち回りもできんし、無理なんで、まあ、基本的に、まあ、味方が立ち回りがまともだった場合は、ああいう風に戦ってたら、多分絶対が出るんで、もうとにかくね、エンマゾロはほんまにビビらんと言った方がいいよ。もうね、あいつらはとにかくスキルを使わせて、もう回避を誘う、もうそっから話なんで、
まあ多少 PS もいるんですけど、皆さん頑張ったら絶対見たら受けれるんで、おにぎりとか。もうそこらだけですね。エンマソロ使ったやつはほんま雑魚ばっかりやけん。いけ、おし、ってことなんで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。